亀谷隆正の鉄道の教室。では今回は亀谷さんの見解を伺いたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。それではまずは、サリオスからお願いします。はい、そうですね。サリオスは、お父さんがハーツクライで、母の父がニニスキの系統ですよね。でさらに母系にデンヒルを持つという血統ですけど、やっぱハーツクライがね、やっぱり血を育むのは人ですよね。まあ、競馬は農業とよく言うんですけど、ハーツクライは完全に生産から育成までこの3歳前半までに仕上げるノウハウっていうのが、まあ、ノーザンファームを中心とした大手牧場が特に掴んでますよね。だいたいだからもう2歳戦で走るハーツクライってもう母父米国型か母系にデンヒルを持つ、母方にデンヒルを持つか、もうほぼこのパターンなんですけど、まさにそのパターンに当てはまる馬ですよね。であとは母の父がね、さっき言ったニニスキの系統なんですけど、ジャパンカップを昔レコードタイムで買ったアルカセットっていう馬がいるんですけど、これお父さんがキングマンボで、母の父はニニスキなんですよ。ニニスキっていうのはそれだけ高速持続力決着というかな、スピードの持続性を、あのレースも上がりタイムはそんなに速くないですから、全体の走破タイムは速いですけど、それはどういうことかというと、速いタイムを持続し続ける能力に優れているということですね。で、あともう一つ注目するのは、やっぱりマイル実績とマイル経験ですね。これは非常に有利だと思います。このレースにおいても有利ですし、やっぱりなんだかんだ言ってお父さんハーツくらいですから、ハーツくらいっていうのは前走より距離延長が強いというのは追走ペースが緩くなる方がいいんですけど、それはマイルで先行するより殺傷で先行する方が追走ペース楽ですから。でしかもそのハーツクライが長距離で強いというのはスタミナ量ももちろんなんですけど、ダンス・イン・ザ・ダークとかと同じように、その 400m 以上の距離延長とかへの対応力が高いんですね。だからこのマイルからのステップで距離延長っていうのはもうハーツクライにとっては理想的な、ステップ言えるんじゃないんでしょうかね。なるほど、わかりました。はい、では次は、コントレイル。コントレイルですか。これはまあお父さんがディープインパクトで、でお母さんにファピアノですね。もうファピアノっつうのは速さを補う米国血統ですから、速さとパワーと仕上がりと持久力を補うファピアノの系統ですね。でアンブライドルズソングなんですけど、アンブライドルズソングも大体ディープとかハーツくらいつけちゃえば成功しますよ。それなんでかというと、今言った米国の力を足せるわけですし、速さも足せるわけですね。でアンブライドルズソングがいいのはやっぱカロも持ってることですね。このカロっていうのは個人とか、昔1分6秒台で初めて走ったエイシン・バーリンとかね、あれを出したのもカロの系統ですから、さらに速さを足すということですね。さらにティズナウですよ。ティズナウはマッチ向けっつって、僕が大好きな系統で、もうこれは 1000m のレコードね、いまだにカルストン・ライト王破られてないですけど、このカルストン・ライト王のお父さんは同じマッチ向け、このインディアリティの系統ですね。この系統の速さっていうのはすごい大事ですし、さらにストームキャットですよね。ストームキャットはもう言うまでもなく絶対的な勝馬ですしね。その能力自体もさることながら、2歳戦とスピードとパワーへの適性をアップさせる血統ですから、3歳前半までにおいてはこのアメリカ血統の速さっていうのはね、いいですよね。1008でも強い競馬してますしね。軽い馬場だとちょっとこれも走っちゃうんじゃないか、走っちゃうんじゃないかなっていうのもあれですけど、軽い馬場は強いですよね、本当に。わかりました。それでは次に里のフラッグについてはいかがでしょう。はい、これはもうお父さんディープインパクトでね、皐月賞に実績のある血統ですけど、軽い馬場ので、お母さんも、ノットフォーセールがグレイソブリンで、さらにダマスカスっていう系統ですから、これアメリカ系で3歳前半から力を出せて、なおかつ高速馬場に強い血統になりますよね、血統構成自体は。ただ一つ問題になるのは、このグレイソブリンにダマスカスですから、距離延長の方が得意だということですね。で弥生賞って、弥生賞と皐月賞って、昔から弥生賞を勝った馬はなんか皐月賞と相性が悪いって言われているじゃないですか、はい、特に軽い馬場の皐月賞に相性が悪い。これなんでかっていうと、弥生賞と皐月賞って同じ距離なんですけど、ペースとか頭数考えると実質距離短縮みたいなことになっちゃうんですよ。そうですよ。だって道中のペース全然遅いですし、小頭数で馬場もあるんですけど、皐月賞になったら多頭数で
メンバーレベルを持って急激に道中の追走ペースが速くなるんで、これ距離短縮みたいな感じになっちゃうんですよ、流れとして。でさっきからね言いましたように、サトノフラッグっていうのは軽い馬場の距離延長っていうのが理想的な配合ですから、今回は距離短縮みたいな流れになっちゃうんで、この延長を得意とするサトノフラッグとはペース自体は得意ペースではなくなってしまうんじゃないかっていうことですね。で馬場は合うけど前走からのペース、まあね、競走馬走る距離知らないですから、この前走からのペースの違いによってパフォーマンスって血統によって変わるんでね。で実質今回距離短縮みたいな流れになって、距離短縮の流れはあまり得意ではない品系というのがどう出るかっていうところでしょうね。わかりました。はい、それでは上田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。